それでは両チームのスターティングで、
34ポイント、サガベナズ13勝5敗、38ポイントとなります。両チームの健闘を称え、盛大な拍手をお送りください。藤中選手です。レセプション、アタック、もう本当に安定したプレー、落ち着いたプレーでチームを勝利に導いたと思います。自身のプレー振り返っていかがでしたか？僕自身の役割っていうのが、まずはレセプションっていうところで意識してたんで、そこはこの試合でしっかりと役割を果たせたんじゃないかなというふうに思います。2つ目のプレー、つなぎのプレーも精度高かったように思います。今日はどんなことを思いながら試合に入りましたか？昨日 3-0 でいい形で試合を終えることができたんですけど、今日はまた違った試合っていう意味で、チーム全体でもう一回気を引き締め直して試合に臨みました。そんな中でも今日もサーブで押す場面も多かったですし、相手強打上げてディグからいいブレイクを作る場面も多かったように思います。勝因としてはどのあたりにあったと思ってらっしゃいますか？僕らブロックからしっかりとディフェンスのシステムを敷いて、そこから切り返せたっていうところがあったんで、サーブも有効的にチーム全体で打てましたし、そこからの切り返しでうまくポイントできたかなというふうに思います。上位チーム栄ブレイザーズに2連勝2日間とも快勝と言っていいと思います。チャンピオンチームが戻ってきたというふうに考えていいですか？これからリーグ前半今終わりましたけど、後半決勝に向けてしっかりともいちゃんがギアを上げて、チームで決勝に向かって走っていけるように頑張っていきたいと思います。来週は東京で墨田区で FC 東京戦で、いよいよ来週からシーズン後半になります。来週の試合に向けて、また後半戦に向けて、ファンの皆さんに最後メッセージをお願いします。これから一戦一戦がより大切な試合になっていくと思うので、その一戦一点をしっかりとチームで取れるように頑張っていきたいと思うので、これからもご声援をよろしくお願いします。ありがとうございました。インタビューは VOM 藤中選手に伺いました。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。